にちは。カベマミと三人姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。今日は、4月20日でございます。はい。昨日はこのサニーの、私が帰ってきたところを撮ったわけです。で、普段何回か撮りたかったんですが、どうしてもこの人がガンガン暴れるので、カメラがどうしてもあーってなって、なんか撮れなかったんですけど、なんとかとりあえず形に なりまして、はい、あんな感じでいつも。まあ心配なんですよね。あまりにも暴れるんで、手とか足が細いんで、骨折するんじゃないかと思ってね、本当に。本日もよろしくお願いいたします。本日届きましたのはですね、こんな感じで。これは、アマゾンさんから届きました。楽天さんではありません。なぜならこれ楽天さんに売ってなかったんですね。アマゾンさんです。はい。アマゾンさんは、プレミアム会員、あれ何ですか？プライム会員ですか？をさせていただいておりますので、ビデオなどもね、見れますけどね。あらら、私が思ったのよりはすごくシンプルな感じ。もっとね、分厚い大きい本かなと思っておりました。はい。本でございます。こういう本です。岩波オンデマンドブックス。岩波科学ライブラリー。犬の心を読むという本ですね。伴侶動物学から分かることということで、これは菊水武史先生とお読みするんでしょうか。この方の、こう、研究されておられることがですね、すごく面白いというか、私自身が、ちょっと、ちらっとちょっと伺って、そうとこう思ってたことを科学的にこう検証されておられるんじゃないかなと思いまして、この方は、今年の初めに、NHK のワールドジャパンさんで海外向けの番組を作ってくださいまして、まあ、石号のこととかを紹介していただいたんですが、そこにいくつもコーナーがありまして、その中で結構こう中心的にですね、まあ、柴犬の特性とかそういうものを科学的にご紹介してくださって、早速、この先生のご本、共著なんですね。長澤美穂さんというんでしょうか。で、いくつか本があったんですが、いろいろ見た中で、まずはちょっとこれを読ませていただこうかなと思いました。最近ちょっとあまりなんて言うんでしょうか、石号とか石州犬のことで、強運の犬でこう、文章を書くことが大変多くてですね、アウトプットすることが多いので、インプットもちゃんとしたいなと思って、ちゃんと勉強したいなと思いました。これを読んで、また、感想なども申し上げさせていただきたいと思います。はい。犬の心を読む。そうそう。この、私の動画をご覧くださってる方は、ワンちゃんを飼っておられる方が結構いらっしゃって、しかも柴犬ちゃんを飼っている方が、結構いらっしゃいますので、ちょっと、読んでみますね。はい。ということでございまして、これ。あなたのことは書いてるかな？柴犬と言っても、あなた三人柴犬ですからね。うん、よしよし。ね、ここではこんなにおとなしいのに、あの時はもう大騒ぎでしょ？三人ちゃん。本当にここにいる時は動かんね。サニー。サニー。ピクともしません。あ、ピクとした。はい。ということでございまして、今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。